到着いたしました。やっとホテルに到着して、さっき検査も終わって、待機っすね。約半日隔離です。まあ、部屋はこんな感じで。おぉ、エッフェル塔が近いぜ。ちょっとあそこに写真撮りたい人がいっぱいいる。バレたら撮られる。まあ、今回はこんな部屋で生活していくんですけど、ルールは同様1時間外出れるということで、で、まあ、ショッピングとかは禁止という感じです。まあ、とりあえず今日はちょっともう部屋でゆっくりをしていきたいなと思います。飯だ、飯だ、飯だ。飯だ、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 飯だ。今、飯が来た。飯が来たと思ったけども。飯が来たぞ、飯が。クロワッサンしか食ってない動画上がってるやないか。まあ、質素。質素。まあ、足りない分はルームサービスですね。やっと届きました。今回ですね、ストレッチ器具をオンラインで購入しました。ハイパーボルトプラス。このハイパーアイスっていう読み方合ってるかな。ブランドなんですけど。この器具いくつか買ってるんですけど、ちょっとこれも買いたいなと思って購入しました。これ日本で買うと7万円超えるんですけど、ヨーロッパで買うと5万5千円ぐらい、かなり安くなっている。これ多分、ナオミちゃんとかがね、宣伝してるんですよね。使い方わかんないけど。これが、この部分が、動いて、まあ、マッサージ、筋膜リリースできるってやつですね。PCR の検査も終わって、これから会場に向かいたいと思います。無事陰性でした。エグジットはこっちです。あ、めっちゃ綺麗。はい。ファーストプラクティス終了です。結構コートが違うんで、感覚全然違いましたね。名前ある。名前あるよ。結構サーフェスが違ったんで、ちょっと慣れるのにかかりそうっす。コート結構早いっすね。今までのコートと。何日かかる？ん？何日かかる？あと5時間ぐらい。おぉ。練習1時間しかしてないのに。で5時間練習しやんのに、あと。足りん。練習が足りん。練習足りん。全然足りん。てかもう30分ぐらい打ちたいんやけど。わかるよ。あのボレーのミスや。すべてあのボレーのミスや。いや、ちょっと今日左手に力入ってない。デロンデロンやから。今ちょっと筋トレしてから。一回筋トレしてから練習に行く。一回筋トレする。まあいいよ、コート見てきて。いや、俺まず飯食う。いや、コート見てこい。コート見てこいよ。あんまり会場の変化はね、ない。正直。あんまり違わない。明日から試合が始まるんで、もう今日が観客の人がいない最後の日になりますね。なんでちょっとだけ変わったところを取りに行きます。これ。これが一番変わった。これ。これが一番変わってる。ナダル。ナダルの像。時刻じゃないのにさ、銅像建てるってすごいよな。すごいよ。ハロー。今ゴヒン選手いたけど、かっこいいわ。俺のお母さんが一番好きな選手。一番好きな選手、俺のお母さんが。ちょっとどっかで写真撮りたいな。朝が撮れやんでな、ほんま。ここが僕たちのストリングの場所でもあり、なんかいろんなものが全部売ってる場所。もう明日からここ人で集れる。ここでもいいんじゃん。ここかわいいやん。ここで写真撮ろう。あ、これ見覚えあるわ、去年の。いいやん。いい感じ。こういう感じで撮れる。あ、素晴らしい。俺も。素晴らしい。もう無理や。もう無理や。フレンチオープン初日。ですね、1日1万人の人が入れるらしいです。ということで、お客さんたくさんいる。まあ、グランドスラムにしては1万人ってめちゃくちゃ少ないんですけど、それでも、この世界的なイベントに、まあ1万人人が来れるっていうのはすごいことですね。こうやってどんどん、緩和されていったら、まあいいのかなと思います。まあ、オリンピックもできるといいですね、この流れで。はい、明日試合なんですけど、今日一日は練習が終わりました、今。隣のコートで今、K 君が試合をしてます。ファーストアップ、セカンド、サンサン。
僕は明日シャトリエなので明日に備えたいと思います。これから本日もめちゃくちゃ長い、予想よりも約2時間伸びている。長すぎる。長すぎるな。お前 HP どんどん削られてる。やばいな、マジで長いな。ちょっと今やっとファイナル入ってこれがラストセットなんで、ちょっとアップしてたんですけどまたアップ終わって今待機です。1時間後ぐらいかな。投げ一回寝る一回寝るまであるよね。まあでもまあまだ元気。待機です。